なぜこんなに社会人の目が死んでいて、それが疑問で働きたいかしかないんで立ち上げた会社なんですよ。志望動機はという質問は人生で一回もしたことはないですね。全員が経営者と同じようなレベルの情報を当たり前のように理解をして。どうもしゅんです。こんにちは。ということですね、今回はアトラエさんという会社にお邪魔してるんですけども、アトラエさんの実際の面接を受けさせていただくという企画になっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アトラエさんはどういった事業をされてる会社なんですか？アトラエは人の可能性を広げるっていうピープルテックっていう事業領域で事業展開しています。でその中で4つの事業があって、1つがグリーンという求人メディア、2つ目がイエンタというビジネスマッチングアプリで、3つ目がウィーボックスというエンゲージメント解析ツール、最後の4つ目が最近リリースしたばかりなんですけど、シニア向けのジョブ型マッチングサービスのイノオというサービスになります。簡単に自己紹介お願いします。はい、名前が岡と言いまして、株式会社アトラエ、この会社で取締役 CTO を務めさせていただいて、あとはイエンタというビジネスマッチングアプリの事業責任者を兼務させていただいてます。私はアトラエという会社で採用担当しているカガレイと言います。2014年の4月に新卒で入社して今8年目っていう感じです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。アトラエさんの面接ってちょっと変わってるっていう風にお聞きしてて、志望動機とかカチッとした質問があるわけじゃなくて、その人が考えて本音の部分とか本質の部分を深掘るっていうような面接らしいんですよね。ハードル上がりますね、今回その面接を体験させていただいて、最終的にアトラエさんとして採用したいかどうかをこちらの札を最後に挙げていただけたらなと思ってます。一番最初は完全に杓子定規ですけど、簡単な自己紹介だけしてもらって、そこから聞きたいこと聞いたりとか、聞きたいこと聞かれたりとかしていければと思いますので、よろしくお願いします。金沢大学4年の福田俊と言います。僕は今就活 YouTuber として活動していまして、就活生向けに知られてないけど魅力ある企業とか、就活生にとって知りたい情報、価値のあることを YouTube チャンネルや SNS を通じて発信しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ元気ですね最初にすごい大学時代密度濃く活動されてると思うんですけど、その前って何されてた方なんですか？高校までぐらい、もしくはその YouTube チャンネル始める前までの主たる活動みたいな。中高バスケットボールやってたんですよ。中学校の時は顧問の先生がいなかったんですよね。ただ全国大会にどうしても行きたかったので、自分たちで勉強してコーチとかもアポイントメント取ってっていうのをやってました。高校はまあまあ強い高校に行って、3年間不完全燃焼だったんですよね。勉強も部活もそこまで頑張りきれなくて、モヤモヤが残って、大学1年生の時に自分に対して頑張れなかったっていうコンプレックスをこじらせて仮面浪人っていうのをやったんですよ。大学に行きながら東京の大学を目指すっていう。1年間本気で頑張ったんですけど失敗しちゃったんですよ。大学とかいう枠組みにとらわれずにできることないかなって思った時に YouTube をやろうと思って始めたっていう形になってます。最初のその高校3年間かな、不完全燃焼だった3年間ってなんで不完全燃焼だったんですか？中学校の時は何々やりなさいとか言われてやるっていうよりは、自分で考えて行動するっていうことをせざるを得ない環境だったんですけど、高みを目指した時にやっぱり整った環境であったりとか、何々をやりなさいって言われる環境に適応しきれなかったっていうのが結構でかかったなと思ってます。あとは周りのレベルがすごい高くて、自分に対しての根拠のない自信みたいなところが失われて、実際にそれに伴っていく努力の量もどうしても減っちゃったっていう部分があるなと思ってます。結構環境が大きく変わって、コーチもいるし監督もいるし、周りのレベルも高いしって言って、ある種自分がリーダー的な存在というか、イニシアチブ取って動くみたいな環境ではなく、どちらかというとまずやらなきゃいけないことが結構多くてみたいな感じ。結局自分のせいなんですけどね、振り返れば自分次第だなっていうのを思ったからこそ、はい、やっぱり自分にモヤモヤを抱えてたっていうのはあるんですけど、環境が変わったことに対して改めて、あ、こういう風にやろうっていう自分の腹決めというか覚悟が決まりきってなかったっていう部分が敗因かなと思ってます。その敗因に気づいたのはいつぐらいですか？うすうすずっと気づいてたんですけど、大学に入って1週間ぐらい経った時に、新歓とかサークルの歓迎会みたいなのにいっぱい行きまくってたんですけど、確かに楽しかったんですけど、楽しいだけだったんですよね。そこに充実感とか満足感とかはあんまりなくて、その時に過去のことを振り返った時に、頑張りきれなかったって、やりきれなかったっていうところがより体感で分かったというか、その時に気づいたっていうのはありますね。自分がリーダーとしてやる上では強い人になると思うんですけど、自分よりも優れた
人たちと共同作業をしていくときに難しさを感じる自分の中で。いいものを作るには自分を疑わなきゃいけないタイミングもあるじゃないですか。この時ってどうするんですか。例えば CR25 っていうビジネスパーソン向けのメディアがあるんですけど、そこは僕の今の立ち位置は一メンバーなんですよね。なので最終意思決定は他の人が行うんですね。その時とかを振り返ってみると、最終的な意思決定はそのことについて一番考えてる人が行うべきだなと思っていて、かつその目的において達成する上で僕は全然違う方がいいと思ったとしても、責任であったりとかは追おうと思っても追い切れないなと思ってるんですね。自分の思っていることは伝えるんですけど、決まったことは 100% 忠実に従います。例えば CR25 さんのチームの自分の立ち位置でもそんなにストレスなく楽しめてるっていうか、パフォーマンス出せてる。高校の部活の時もちょっと似た環境だと思ってるんですけど、何が違うんですか。自分自身の考え方とか全ては自分次第だっていうことをより強く今の方が思っているなっていうのはあって、周りの環境とかにしようと思ったらできるので自分の足が止まっちゃうんですけど、今は全ての事象は自分次第だなと思ってるので、そういう点では自分の心構えが圧倒的に違うなっていうのは思いますね。高校の時はそこまで思い切れてないし、それが1回目のある種下の経験なんで、それを踏まえて今そこまで達観した状態になったってことだね。全てが自分の責務だみたいな。そうですね。その今の状態のエネルギーの根源は何になるんだろうなみたいな。コンプレックスから来るエネルギーもあれば、自分をもっと高めたいとか、もう一回あの状態になるのは嫌だとかいうエネルギーの話もあるし、チームのメンバーがいるから頑張っているっていうケースもあれば、いろんなエネルギーの種類ってあるじゃないですか。何が今その今この時点ですでにそのエネルギーを全力でアクセル踏めてる、エネルギーの根源は自分の中では何だと思います。複数あるんですけど、挫折の経験から生じるコンプレックスがやっぱエネルギーの原動力だったんですよね。ずっとそれできてたんですけど、ちょっとずつステップアップしていくとコンプレックスの部分がちょっとずつ薄まってきたんですよね。世の中に対してのベクトルが全部自分に向いてたんですけど、ちょっとずつ社会とか周りの人とかにベクトルが向いてきてるなっていうのは1年半前ぐらいからすごく感じ始めていて、ただ憧れとか挫折経験とかコンプレックスはすごくエネルギーになるっていうのを自分で分かってるので、挫折やコンプレックスを感じるような環境に行きたいなと思ってます。今は挫折ももっとしなきゃなと思ってますねこれぐらいでこっちからの質問一旦落ち着かせて、逆に何か聞きたいことがあれば、でここからは対話であの話ができればと思うんですけど、事業と組織をどっちを大切にしますか。例えば僕の場合どっちも大事なんですけど、成し遂げたい世界観があって会社を作っているっていうのもあるので、究極の選択があったら作りたい世界観を作るために最善の選択を取ると思うんですね。例えば社員100人雇ってて10人をリストアしなきゃいけないってなった時に、めちゃくちゃ責任を感じて寝れなくなると思うんですけど、切らなきゃいけない場合もあるなと思ってるんですけど、事業と組織どっちを大切にするタイプですか。迷いなく組織で、結局僕らが会社を立ち上げた理由は何かの事業とか何かのプロダクトを作りたくて立ち上げた会社では全くなくて、むしろ何やるかよう分からんけど理想の会社がないんで、要は働く人が目を輝かせ、使ってるユーザーさんもファンになり、株主からも応援され、世界で一番ファンが多い株式会社をなぜ作れないんだという、なぜこんなに社会人の目が死んでいて、なぜこんなにユーザーから搾取してユーザーがクレームを入れるとか社会が批判をする会社しか世の中には多く存在しないんだろうと、それが疑問で、働きたいかしかないんで立ち上げた会社なんですよ。僕が立ち上げたわけじゃないですけど、僕らがやりたいことは人間が持っている思想みたいなものをプロダクトに乗せて伝えることで、世の中の株式会社とか世の中のチームと言われる人の集合体の中にアトラヤの思想が入って、そうするともっといいチームとかもっといいプロダクト出来上がるんじゃないのと思っているのが根本思想にあるんで、そこだけしか何なら興味なくて、プロダクトは語弊を恐れると、どの事業もどの領域でも価値があれば、アトラヤの思想が賛同するプロダクトとか領域とか規模感であれば何でも結局いいと思ってるっていう感じなんで、ここがコアにあるっていうのが僕の今までいろいろやってきた中での今のところの僕の意見というか、はい、そう言われると僕も組織かもしれないですねアトレイさんとしては組織を作っていきたいのか、世の中の主体的な人を増やしていきたいのかっていうと、どっちの方が強いんですか。後者の方が強いです。世の中全体を変えるために僕らの組織を異常に強くしないと無理だと思ってて、世の中の人たちが主体的に動くプロダクトがいい感じに作れたとして、中の人たち別に主体的に動いてない会社はファンがつかないと思ってるんですよ。うまいっていうだけ、センスがあるとか波に乗ったねとかっていう会社はいっぱいあるけど、作った人たちがそれを体現してない状態だとしたら、それがバレるとうまい会社なんで乗っかるユーザーは多いけど、この思想を最後まで残ってくれるファンがどれぐらいいるかが組織の強さだと思うんですよ。もう一回山登りをするためのエネルギーみたいな、
山登りいくらでも何回もしようと、別に何年かかるか分かんないし、ステップまで行けるのに当然早い方がいいんで、その勝負はするけど、山登りできるメンバーと思想が山登りする理由を見失ったら、上に行った時になんで登ったんだっけってなる。これが一番僕らは避けたい。みんながその山登りをする理由を持って生きていけたら、かっこいい大人が増えるとか、みんなもうちょっとだけ目は少なくとも今よりも 1% でも輝いてると思うんで、そこが社会全体の流れを変えていく方法論だと思ってるっていう。全然お世辞とかではないんですけど、アトレさんの人数から言うと多くはないと思うんですけど、実際東証一部で売り上げも上がってて、多分一人当たりの生み出してる利益とか他の会社に比べて高いと思うんですね。それがなぜかっていうのが分かった気がします。ちなみに先ほどの組織と事業をどちら優先するかみたいな話で、お二人が具体的にそういった局面とかに直面してこういう選択をしたみたいなのがあったら教えていただきたいです。2009年リーマンショックありました。僕2007年入社なんで、新卒2年目か3年目ぐらいのタイミングにリーマンショック起こって、まあ、影響が出たのが半年後ぐらいとかって話で、実際全員の給与一律20万まで下げてもあと4ヶ月ぐらいしか給与が払えないぐらいの状況に、人数もしかも少なくしてもっていう話で、その時の今の社長と一緒なんですけど、新井っていう社長がの決断が僕の中ではすごい決断をしたなという話で、その時に船が沈みそうです、船に誰を残しますか、何人残しますか、何を削りますかみたいな時に、一つは社長を含めて全員給与をできる限り下げて頼むと、何ヶ月かでいいと言って、まあ、みんなに呼びかけて家族も持ってる人も含めて全員そこに居座ったという話と、もう一つその時の事業でやってることは間違ってないと、外部要因でマイナスが来て、ただ単にこれが一時的にバグを生んだだけですという話で、僕らが正しいことやってるのにこの状態になってるのはおかしいんで、なんでこの船を残すことを、船っていうのは要は組織の方ですね、残り乗ってるコンテナとかエンジンとかはプロダクトかもしれないんで、それが今不良かもしれないけど、船は残すべきだっていう人たちが異常に多い会社というか、船の残すってのはエンジン後で直せばいいし、風向きも変わるかもしれない。リーマンショックなんて風向きの話なんで、なんでそこは結構如実に出たエピソードかもしれないですね。なかなかないですね、そういう意思決定をする会社とか組織って。素敵だなと思いました。苦しい時に本質出ますもんね、組織とかみんなの思いみたいなところって、うん、アトライいいっすね。あと一人当たりの主体性とかエンゲージメントを高める上で具体的にやってることとかありますか？対話がめちゃめちゃ多いなというふうに思います。それは何か仕組みがあるかっていうとそうではなくて、それが大事だと思ってるメンバーが集まってるから結果的に多くなってるっていう。本当すごいですよね。だからランチなり飲みなり日々の雑談だったり、スタバにコーヒー買いに行くみたいなことも含めて、そういうところでちょっとした日々の困ってることとか、こういうことやりたいんだよねとか、こういうサービスが面白いとかっていうような話をしてるっていうのが日常的にあるっていうのが大前提あって、その上で例えば月に1回組織についてだけ話す ATPF というアトラエ的プレミアムフライデーという名前なんですけど、それをやっていて、全社的に2時間くらいブロックして10チーム以上作って何かお題があってそれについて議論するみたいなことを月に1回やって、で普段だったら事業を成長させることばっかり考えてしまうけれども、これを作る組織ってどうあるべきなんだっけとか、我々が目指しているビジョンを実現する組織ってどういう組織なんだろうねとか、今足りてないものなんだろうねみたいなことを全員が議論をするっていうことを設けてるっていうのはあります。もともと入り口でそういう人たちを採用してるって話もそうですけど、それ以上に運用の部分で、さっきの山登りで組織と事業どっちが大事だ、どっちを切り離す、お金が0円になったらどうするとか、100億超えたら今やることは変わるのか云々とか、こんな話を普通に日常茶飯事的にするんですよ。そうすると人としての価値観が出るじゃないですか、組織としてのそれが集合体が価値観じゃないですか。そこが僕らが作りたい組織を作る上で一番重要だと思ってるんで。あと情報の開示は結構大きいなと思っていて、一般的に上場企業だとインサイド情報というものがあって、それは一般社員には公開されないものになるんですけど、うちの会社の場合は全員が知ってるっていう状態になるので、全員が経営者と同じようなレベルの情報を当たり前のように理解をして、その状態で今会社にとって何が必要なのかとか、どこに課題があるのかみたいなことを考えられる状況だし、むしろその信頼をもらってるというか、信頼関係が厚いという認識はあるので、その状態で自分たちが何するかっていうプレッシャーもやりがいにつながってるかなとは思う。マネジメントが必要ないんですね、ある種。70、80人ぐらいだと今のところノーマネジメントでやってますけど、
どういう人と一緒に働きたいとか求めてるっていうのもお聞きしていいですか？夢がある人と一緒に働きたいなと私は思ってます。あんまりアトラエのビジョンに寄せなきゃとかっていうのは一切考えなくて、もう正直いいかなと思っていて、本人が自分の一回きりの人生でどういうことを成したいのかとか、どういうことを社会にしたいのかとか、そういう欲とか夢とか具体的である必要はないと思うんですけど、そういう夢を持ってる人と働きたいなと思います。不思議になるんですけど、採用していく中でこれはアトラエに合ってないよとかあるじゃないですか。エンゲージメント高くないよみたいな、そういう人って自然といなくなるんですかね？もしくはエンゲージメントがちょっと高くなっていくんですか？入り口でだからとことん話しますね。とはいえ面接分からなくないですか？そこまで変わってるねって言われるのはそれが理由かもしれないですね。別にうちの会社に入ってほしいわけではなくて、人生を謳歌してほしいわけですよ。なんで今まで人生の山谷とか何かを選択した時の理由を今考えてほしいんですね。今まで考えたことがあれば言ってくれればいいし、今まで考えたことがなければ今考えてほしいしっていうのに、頑張って付き合うっていう話だし、それがもし解釈の時間が必要だったらまた1週間後に1回うちのバーで話そうとかみたいな、そこはおろそかにしないようにしてるっていう。一見するとスパッて決断した方が効率的に見えるけど、それをせずに向き合い続けて結果1人当たりの生産性とか主体性が上がって会社としても伸びてるっていう。勉強になります。いやこれが正しいかどうか10年後とか50年後にアトラエがどういう会社になってるか次第なんで、僕らはまだ偉そうにこれが正しいなんて言わないですけど、僕らのポリシーですね。完全に合ってる人にはめちゃくちゃいいと思いますし、合ってる人を増やしていくべきだと思います。全部の人にとってアトラエがいいなんて全然思ってないんで、他の会社の方がいい理由を徹底的に説明する時もありますし、面接でそれはだから私たち付き合った方がいいのかどうかみたいな、その男女の関係性と限りなく近くて、向こうの人生を考えたら変に引っ張ったらダメだし、変に突き放したらこれはこれでダメじゃないですか。なんで同じぐらい僕は覚悟を決めて質問に対して答える、逆に言うとグイグイ攻めるけど、全部ありのままを伝えてくれれば僕はすごく信頼ができる人になるんで。ということで一連の面接が終わったということで、お二人の方から結果の方をいただけたらなと思ってます。お願いします。せーの。ありがとうございます。いえ楽しい面接でした。加賀さんからフィードバックをいただいてもいいですか？はい、正直迷いました。迷った理由は、目指してる方向性はアトラエの目指すところと重なる部分が非常に多かったなっていうところ。懸念としてあるのは、福田さん自身が一人で繰り出した方がいいのか、アトラエという組織というかそこを活用して実現した方がいいのか、どっちがいいのかっていうのが今回の面接だと分からなかったというか、確かめきれなかったなと思うので、もうちょっと知りたいという意味で丸です。ありがとうございます。続いて岡さん、フィードバックお願いします。はい、僕も似てはいるんですけど、持ってるエネルギーとか今まで考えてきたこと、これから未来に対してまだまだエネルギーが絶えなそうだし、価値観みたいなものもアトラエと限りなく近い状態、似てるなと思って、すごくやっぱり価値があることとか社会課題に目を向け始めたタイミングからだと思うんですけど、意義を持って働きたいとか、社会的にこうあるべきだと、学生のためにも社会人のためにもみたいなことがすごく強く伝わってきたんで、そこで面接自体は合格ラインとして判断していて、ただ加賀も言った通りで、今回の面接だとそこまで踏み込むべきじゃないなと思ったのは、どういう人生を本気で歩みたいかどうかだけは聞けてないんで、例えば自分で起業した方が今のエネルギーだとおそらく自分で会社をやりきった方がいいと思うんですよ。それ以上にアトラエでやりたくなる理由があるならば、当然ながら一緒にやりたいし、気になるところは一緒にやる上ではいっぱいあるんで、それはもっと聞きたい、そこまではいけなかったんで、そういう意味ではあくまでも合格ラインは確実に超えているという状況で、ありがとうございます。ぜひもうちょっと話したかったですね。ちなみにアトラエさんの面接はかっちりした面接じゃなかったと思うんですけど、志望動機であったりとか、いわゆる定型文的な質問を聞かない理由ってなぜですか？本当に好きで気になってる異性がいた時に、自分のどこが好きかっていう質問は私はあんまりされたくないなと思っていて、それ以上にこの人が窮地に立った時にどういう感情を持つのかとか、どういう行動を取るのかとか、今までどういう人生を歩んできたのかとか、今後どういう人生を歩みたいと思ってるのかっていうパーソナリティのところを知りたいし、知ってもらいたいし、その状態で結果的に相性いいね悪いねみたいなのが分かってくるかなと思うので、それを知りたいっていう
思いで聞いてないって感じです。上っ面の回答を求められてないっていうんですね。志望動機なんですかって聞く自分が嫌いなだけかもしれないですでも志望動機って毎回他の会社と聞かれると思うんですよね。そうですね。でもほぼ嘘じゃないですか。本当に志望してるんだったら他の質問してても絶対出てくるんで、それで聞かなきゃ出てこない話はほぼ嘘なんで、聞くとしたら今受けてる会社の中で、これは別にライバルチェックとかではなくて、受けてる会社がどういう会社群があって、どこに何を興味持ってるかとかは聞きます。逆に言うとそのポートフォリオの中にアトライがなぜ組み込まれていてみたいなのは聞くことはあります。志望動機を質問は人生で一回もしたことはないですね。なんか納得しました。本音を一貫して求めてるっていうことが伝わりました。用意してる質問に興味がないという感じが強いかもしれないですね。ということで、アトライさんに興味のある方は下の概要欄からぜひ応募リンクであったりとかホームページをチェックしてみてください。お二人の SNS も貼ってあるのでよかったら覗いてみてください。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。